もし時間が実在せず、私たちが作り出された仮想現実の中で生きているとしたらどう思いますか？人生を生きていく中で、過去から現在、そして未来に向かって時間は刻一刻と過ぎていきますが、この時間ってそもそも何なのか考えたことないって方も多いと思います。今回の動画ではその時間の秘密について取り扱っていきたいと思います。そもそも時間とは何なのか、国際標準単位 SI 単位での時間の定義ですが、時間っていうのはある意味この1秒2秒と刻一刻と過ぎていく時間の流れ、時の流れですよね。で、この1秒2秒の1秒っていう定義何なのかっていうと、実は定義が厳密に決まってまして、セシウム133原子の規定状態の2つの超微細構造順位の繊維に対応する放射の周期の909,263万1770倍の継続時間。まあこれちょっとよくわかんないですけれども、まあ結局このセシウム原子の繊維に対応する放射、エネルギーの放射の周期を元に作ってるってことですね。で、これが約1秒に近かったので、1967年に国際的な1秒の定義として採用されたということですね。はい。まあ、こういう感じで、セシウム原子時計というものがあるんですけど、これをもとにこの1秒っていうものを厳密に決めているそうです。で、この SI 単位で決められた1秒っていうのはですね、セシウム原子時計ですね。国際体系で決められているんですけど、この誤差っていうのが1億年に1秒程度しかずれないっていうことなので、まあ、この厳密さを信頼のもとにしていて、SI 単位ではこの1秒の定義は、セシウム133原子で決めているということです。で、これはまあその単位としての時間、1秒の定義っていうことなんですけど、そもそもこの時間の正体は何なのか、時の流れって何なのかっていうのを、今日の動画ではお伝えしていきたいと思います。でですね、この時間に関して、かの有名な、ホーキング博士ですね、理論物理学者のスティーブン・ホーキング博士が、実は3つの時間の矢というものが、存在するのではないかということを提唱しているそうですと。はい。で、その3つの時間の矢とは、1つ目、宇宙論的な時間の矢。そして2つ目が熱力学的な時間の矢。3つ目が心理的な時間の矢ということで、この3つについて今回は、解説していきたいと思います。まず1つ目、宇宙論的な時間の矢ですね。この宇宙っていうのは、今考えられている理論では、最初ビッグバンが起こって、エネルギーが無の状態からエネルギーが発生して、そこからこの世の物質世界っていうものが誕生したと言われてます。で、原子の宇宙ですよね。一番最初に爆発によって、ビッグバンによって発生した宇宙っていうのは、そのまま慣性の法則で、どん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 無限に外側に広がり続けていると、今考えられているわけなんですけれども、宇宙はどんどん膨張しているわけですよね。で、この宇宙論的な時間の矢というものは、この宇宙が膨張していく流れ、宇宙が広がっていく流れのことを時間と考えている。宇宙論的には、宇宙は収縮しているのではなくて、どんどん外に広がっていってるので、この外側に広がるという動きですね、物質の動きそのものを宇宙論的な時間の矢と考えます。で、宇宙論的な時間の矢がなぜ、外側に膨張していくのか、なぜ逆転しないのかっていうのは、今のところよく分かってないというところがあるんですが、最後に、この動画の最後にですね、匠的な考察の部分を触れていきたいと思います。宇宙論的な時間の矢がこの、ビッグバンからの、時の流れというふうに考えているんですけれども、二つ目のですね、熱力学的な時間の矢。これは特にですね、エネルギーに関して、熱力学に関しての、時間の、考え方について、まとめているものです。で、熱力学ですね。例えば、熱を考えたときに、氷を、水に入れると、まあ、水が冷やされて氷は溶けていくわけなんですけど、逆にですね、何もせずに水が氷に戻るってことはありえないわけなんですよね。もちろん冷凍庫に入れるっていう、まあ、エネルギーを変換する行為を行えば、水は氷になるんですけど、氷が溶けることはあっても、溶けた水が氷に勝手に戻るってことはありえないと。例えばそれをですね、カメラで動画として撮っていったときに、氷が溶けていくんだけれども、水が氷に戻るっていう風な映像を見たときに、それは、あ、これ巻き戻ししてるんだなと、逆再生してるんだなっていうのが感覚的にわかりますよね。これ熱力学的な時間の矢と言われています。これはですね、なぜそうなのかっていうと、
熱力学第二法則というものがあって、これが おそらく確からしいっていうことで、この熱力学の世界では第二法則原理として、伝えられているんですけれども、熱力学第二法則っていくつか言い方があるんですが、一つ有名なのがクラジウスの原理というものがあって、低温物体から高温物体に熱を移すことはそれ以外に何の変化も残さずにすることは不可能であるっていう、クラジウスの原理というものがあります。例えばですね、2つの部屋があってそれをくっつけているときに、左が10度、右が90度みたいなときにですね、時間が経つとこれ熱がどんどんね平均化されていって、ここはもう断熱で外側とは断熱状態で遮断されていると考えたときに、この2つのね計2つの箱しか熱の交換はないっていう時にですね、そうすると大体同じような温度に50度に、均一化されていくというのはなんとなく感覚的にわかるかなと思うんですけど、じゃあこれをですね、何かエネルギーを与えたりとかエネルギーを操作したりとか何の作用もさせずに勝手に熱が移動するっていうことは起こんないと。だから90度、10度が、平均化されて50度になる、均一になっていくのはあり得るんだけど、勝手に熱がですね移動するってことはありえないってことですね。なのでこれがまあある意味時間の流れとも言えるのかなってことなんですけど、熱力学的には時間が経つと熱は高温のところから低いところに移動する。これはもうなんか場の理論とも似てますけど、高いところから低いところに落ちるってことですよね。エネルギーは高いところから低いところに移動すると。で、これエントロピーと言ったりもするんですけど、エントロピーというのは超かいつまんで言うと乱雑さの指標みたいなものですね。乱雑さの指標っていうのは必ず増大する方向に進むということなので、これはですね、この後説明するですね、マックスウェルの悪魔っていう思考実験にも、この考えは出てくるんですけど、物事、物質っていうのは乱雑な方向に進んでいくっていう法則がありますと。はい。で、どういうことかっていうとですね、そもそもこの熱って何が起こってるかっていうと、この後説明するですね、この思考実験ですね、マックスウェルの悪魔っていう思考実験があるんですけど、ここでちょっとついでに、ね、説明しようかなと思います。で、この熱力学第二法則今説明したんですけど、基本的には決して破られることがない法則のように、今まで見えてきたと。で、これはですね、もうずっと昔から物理学の世界では、おそらく確からしいということで信じられた法則なんですけど、これ例外はあるのかと、なんとかしてこれが破ることはできないのかっていうふうに、古くからですね、多くの物理学者が考えてきましたと。で、そこでですね、電磁気学で有名なジェームズ・マクスウェルですね、この人はもう本当に19世紀最高の物理学者とも言われてますが、電磁気学とか熱力学と導系力学の構築にかなりですね進展させた大きな役割を果たした人物なんですけど、このマクスウェルがですね、マクスウェルの悪魔っていう思考実験を考えました。これは何かっていうとですね、そもそも温度が高いって何かっていうと、温度が高い状態っていうのはその空気中の分子がですね早く振動している、早く移動しているものほど温度が高いわけなんですよね。で、温度が低いっていうのは、その空気中の分子がゆっくり移動している。あるいはその揺らぎがですね、熱揺らぎというんですけど、その揺らぎが、小さい、振動数が小さいですね。この振動数が高いと温度が高いとみなせるし、振動数が小さいと、冷たいとも言えるわけですよね。はい。なので、実際この温度がある物質っていうのは絶対零度でない限り、その分子っていうのは振動していたり、ある一定の速度で、動いてるわけなんですよね。温度が高いとその物質は活発に動いてるということです。はい。で、その空気中の分子っていうのは他の空気の分子と衝突したり、壁にぶつかったりして、こう方向をね、いろいろ変えながら移動してるんですけど、速いもの、遅いもの、実は混ざってるわけなんですね。で、例えばこちら、均一な室温。均一な室温に見えるんですけど、微子的に見ると、それぞれの空気中の分子にフォーカスしてみると、早く移動しているものもあれば、遅く移動しているものもあるわけなんですね。この部屋として全体として見ると何度みたいなので見えるんだけど、細かく見ると暑いところもあるし、冷たいところもあるっていうね、ミクロスケールではそういうこともあるってところですね。で、これ早いものも遅いものもあるんですけど、平均するとこう毎秒300メートルぐらいの速さで吹っ飛んでいるわけなんですよね。で、これがですね、空気中の音が伝わる速さを決めているので、実は音の伝わる速さっていうのは温度でも変わったりするわけなんですけど、これはですね、こういうふうに空気中の分子っていうのがどんどん不規則な
動きをしていると。で、この時ですね、もともとこの均一な室温なんだけれども、ただ、よく見ると、それぞれの分子というのは早く動いているもの、温度が高いものであったり、小さいものもあるっていう。そう考えた時にですね、まあ実際は存在しないんだけれども、マクスウェルの悪魔っていうですね、存在を考えた時に、この悪魔っていうのは、まあこの温度、早く動いている気体分子と、遅く動いている気体分子というのを見分ける力があると。そしてですね、この二つの部屋の間に扉があるんですけど、これを開け閉めする、能力があると考えてみましょうと。はい。で、この扉を開く時のエネルギーの損失とかエネルギーは必要ない。エネルギーゼロで開けられると考えましょうと。はい。まあ、それはですね、仮説なんだけれども、もしそういう悪魔がいたら、そういう理想的な状況があったらっていうのは物理学の世界でよくね、設定されるところなので、この悪魔がエネルギーを使わずにですね、扉の開閉に関してはエネルギーを使わずに、で熱い分子が来たらこっちの部屋に通す。で、こっちの左の部屋で冷たい分子が来たら閉じたまんまにしておく。で、逆にですね、右側の部屋で、熱い分子が近づいてきたら閉じるし、冷たい分子が近づいてきたら左に通すっていうような操作ができる。マックスウェルの悪魔というものを考えるとします。そうするとですね、これをずっと操作し続けるとですね、左側の分子に速度が遅い分子、左側の部屋にですね、速度が遅い分子っていうのがどん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 集まるので、左の部屋は冷たくなるし、右側の部屋には熱い分子、速度が速い気体分子が集まるので、あったかい部屋になっちゃうわけですよね。そうすると左右に温度差ができちゃうわけなんですよ。で、これ、マクスウェルの悪魔自身がこの扉の開閉はエネルギーがいらないと考えたときに、これ外側から何のエネルギーも使わずに左右温度差を生み出すことができた。均一な室温から左右に温度を作り出すことができたっていうことが、まあ思考実験ですが実現してしまうと。で、これ熱力学第二法則と反してしまうわけですよね。低温から高温物体に熱を移すことは、それ以外何の変化を起こさずにすることは不可能であると。で、この悪魔っていうのは超人的な存在なんですけれども、この扉の開閉っていうのをエネルギーゼロでもしできるとしたならば、そういうことができちゃうのかと言った時にですね、これ思考実験としてもうずっと長い間、考えられてきましたと。はい。で、このマクスウェルの悪魔っていうのが、実際そうなのか、もしですね、まあこの悪魔っていう存在はいないわけなんだけれども、テクノロジーがめっちゃ進化して、マクスウェルの悪魔のような操作ができるシステムとか機械ができちゃったら、もしかして永久機関みたいなものができちゃうのみたいな。これ、温度差がないところで温度差を作るってことは、温度差ができるってことは、ここからエネルギーを生み出せるっていうことなので、そういうことができるのかっていうふうなことが、ずっと議論されてたんですね。で、ここでマクスウェルの悪魔が何をしているかっていうのを整理すると、実は4つの工程をやってるんですよね。まずは1つ目、飛んできた気体の分子とか粒子がですね、速いかどうかを観測するっていうことですね。まず観測という過程が入ります。そして観測した、得た情報をですね、記憶するっていう工程が入ります。そこからですね、扉を操作して気体分子を通過させる。あるいは閉じたままにするっていう操作が入りますと。そこで最後に先に得た情報を、記憶を消去して次の粒子の到来に備えるって4つのサイクル、これをですねぐるぐる回してるわけなんですけど、先の扉の開閉っていうのが、基本的にエネルギーゼロでできるとしたならば、悪魔がですねこの4つの工程をエネルギーをですね、外からもらわずにできるとしたならば、熱力学第二法則は破られてしまうって話なんですね。繰り返しになりますが、こういう悪魔は存在しないんだけど、もしそういう、そういう仕組みとかそういう機械ができちゃったら、そういう装置ができちゃったら、熱力学第二法則破られちゃうんじゃないかっていう思考実験ですよね。はい。でですね、結論これはずーっと議論されてたんですけれども、これらの4つのステップのうちね、扉を操作するとか、それはエネルギーが変化しないっていうことを考えたときに、この1、2、で、ここはね、3番は扉、操作するっていうのがエネルギーゼロですっていう過程なので、1、2、4のどこかでエネルギーをもし使っていたならば、それは熱力学第二法則が正しいよねと。で、エネルギーを使わずに1、2、4の操作をできるのであれば、第二法則を破られちゃうって話なんですけど、これ実はですね、実験的に、このマクスウェルの悪魔っていうのはエネルギーを消費してるっ
ってことが確認されました。でそれがですね1961年に発見されたランダウアーの原理というものがあるんですけど、まあ、これ端折って言うと4つ目のステップですね、情報の消去にはエネルギーがいるということを示したのがランダウアーの実験というものがありましたと。ランダウアーの原理というものがありましたと。でこれがですね、まあ、左右の部屋にですね、移動する、まあ、例えばですねボールを移動させるっていう時にその4番目の工程ですね記憶を消去するっていうところには実はエネルギーが必要だっていうことをランダウアーは示したわけなんですね。でこの問題がまあ結構100年ぐらいですねこの思考実験に関する議論っていうのは進んでいったんですけれども、結局4番の記憶の消去にはエネルギーがいるっていうことがまあ、示されたっていうことで、これでまあ、マクセルの悪魔っていうのは存在しないねっていうのが言われたわけなんですね。まあ、さらにですね、2009年になって、まあ、日本の中央大学がさらに1番の観測っていうステップでも、実は、どうしてもエネルギーが必要になってくるよっていうのを、発見しましたということで、結局ですね、この1番と4番のところでは、エネルギーが外側からね、必要な、もらわないと実現できないということが分かった。なので、まあ、そういう超人的な存在、マクセルの悪魔っていうのは存在しないし、これを機械的に作るっていうのも不可能であるっていうことが、示されたっていうところですね。はい。というわけで、この熱力学第二法則っていうのは破られることはない、原理だというところで、熱力学的にも時間の流れっていうのは、ある。で、そして、エネルギーっていうのは拡散する方向に進んでいく。エントロピー、乱雑さっていうのは増大する方向に進んでいくっていうことが、分かったっていうところですね。なので、まあこういう、乱雑さが増えるっていうのは、まあ青の速度が遅いものがまとまっていて、赤の速度が速いものがまとまっていた時に、この壁を取り払うと絶対こういう均一に混ざり合う、乱雑に混ざり合っていくっていうのが、分かったっていうところですね。はい。これが、まあ、熱力学的な、まあ、時間の矢の流れっていうところが一つ、まあ、実証されたっていうところですね。はい。では、ここまでですね、熱力学と、あとはですね、宇宙論的な時間の矢について説明したんですけれども、宇宙論的に見ても、熱力学的に見ても、時間の矢っていうのは、存在していて、過去から現在、未来の方向になぜか進んでいくっていうのが、なぜなのかはわかんないけれども、エントロピーは拡大していく。どんどん乱雑な方向に進んでいく。どんどん拡散していく方向に進んでいって、それがエネルギーを使わない限りは逆に戻ることはありえないっていうことが、まあ、実験的にも理論的にも実証されてきたっていう歴史があります。では、三つ目ですね。心理的な時間の矢というものは何なのか。我々が、この時間が流れてるっていう風に感じる感覚っては何なのかですね。これはどういう意味かっていうと、過去の記憶はあるんですけど、未来の記憶はないわけなんですね。それなんか当たり前の話じゃんって感じるかもしれないんですけど、なぜ時間の流れっていうのがあって、過去から現在、そして現在から未来に進んでいくっていう流れはあるんだけれども、未来から過去に戻るっていう操作ができないのか。で我々は空間的に自由に移動することはできるんですよね。横方向も動くとかできれば、まあ、階段登ったりエレベーター乗ったりすれば縦方向にも動けるわけなんですよね。空間的に移動することはできるのに、時間的には移動するのは、まあ、抵抗できない。過去から現在未来に向かって進んでいくっていうところに抵抗できないわけなんですね。でこれの原因、心理学的な時間の矢っていうのが存在するのか、あるいはこの心理学的な時間の矢っていうのも熱力学的な時間の矢が原因なのか、宇宙論的な時間の矢が原因なのかはよく分かってないと言われてます。でですね、この心理学的な時間の矢っていうのを説明するのにちょっと補足としてですね、相対性理論と時間の関係っていうのが分かりやすいので、これを、ついでに説明していきます。もともとですね、時間っていうのは絶対時間ですね、絶対時間と呼ばれる、どの宇宙どの地点でも時間の流れっていうのは一緒なんだっていう絶対時間っていうものが信じられていましたと。でこれがですね、アインシュタインが発表した相対性理論によって、この宇宙を支配しているのは絶対時間ではなくて相対的な時間の流れが存在しているんだっていうことが分かってきたっていうことなんですね。はい。でこの相対性理論ってこの後のねスライドで説明していくんですけど、まあ、1905年アインシュタインが特殊相対性理論を発表して、1915年に一般相対性理論っていうのを発表しましたと。でこの相対性理論によって時間の流れっていうものがすごい不思議な相対的な動きなんだっていうことが分かってきましたと。
で、その後でですね、シュバルツシルドがブラックホールの存在可能性につながる研究成果を得るって書いてあるんですけど、このブラックホールと相対性理論っていうのはすごい関連が深い話で、これもこの後説明していきますが、ブラックホールっていうものの存在が、このあたりから分かってきたと。で、結局ブラックホールみたいな、ブラックホールっていうのは結局重力が、かなり強い天体なんだけれども、そこに近づくと時間の流れが遅くなるっていう話ですね。そしてブラックホールに続いて、1935年にアインシュタインがワームホールというものの存在を示唆しました。このワームホールもこの時間の流れというものの考え方に関して結構重要な要素になってくるので、これもこの後触れていきます。そしてですね、1957年ですね、エベレットらが量子論、多世界解釈というものを提唱しました。これ別の動画でですね、エベレットの多世界解釈論というのを解説したんですけれども、これもね、時間の流れと今日最後結論のところでかなりつながってくるので、これも一緒に解説していきます。そして最後、1988年にワームホールを使った過去へのタイムトラベルというものをキップ・ソーナーが提唱したというものがあるので、これも触れていきたいと思います。はい。でですね、この相対性理論が結局何が分かったかっていうと、物体の速度、動きが速くなるほど、あるいは重力が大きくなるほど、時間の流れが遅くなってしまうってことなんですね。はい。で、この時ですね、キーポイントとなるのが、光の速度っていうのは変わらないよっていうですね、高速度不変の原理っていうものがありますと。はい。光の速度っていうのは、真空中の光の速度っていうのは、光が発せられた光源であるとか観測者の速度であるとかそれの動きに関わらず常に不変っていう、原理が働いてます。これは何でなのかわかんないけれども、例えば光源もですね、観測者も静止している状態の時の光の伝わる速度っていうのは、まあ本当に一瞬ですよね、約30万キロ、毎秒一瞬で届くわけなんですけど、これはですね、例えば、光源がですね、静止している状態で、ロケットみたいなのに乗ってる人がですね、高速でその光源に近づいていった時に、まあ、光っていうのは静止状態で30万キロ毎秒で進んでくるわけなんだけど、それに向かってめっちゃ高速でね、極端に言うと同じ速度で30万キロ毎秒でそっちに近づいていったら、足し合わせて60万キロ毎秒で、光は見えるのかなみたいな、単純なね、その物体、例えばよくね、物理学でやりましたね、電車がすれ違う時の、どれぐらいお互い速度が見えるかっていうと、それはそれぞれのベクトルの足し算ですよと、速度の足し算で見えますよってよく言われてましたけど、これですね、実は光の速度っていうのは不変なので、光源が静止してて、例えばロケットが高速でそれに近づいていても、どう見ても30万キロ毎秒にしか見えないし、光源がですね、まあ、ロケットの先っちょとかについてめっちゃ高速で移動してた時に、まあ、これも早く伝わるかっていうとそうじゃなくて、この止まっている人が見ても30万キロ見えるし、お互いが高速で移動してても30万キロ毎秒にしか見えないっていうわけなんですよね。はい、これすごい不思議なんですけれども、光の速度っていうのは、なぜか不変だっていうのが分かったと。っていうことはですね、これ相対性理論によると、ロケットの中で高速移動してたら、あの時間の流れが遅くなるので、結論ですね、浦島効果って言われるんですけど、浦島太郎みたいにね、まあ、ロケットで高速移動してたら地球の人はすごい年取ってるのに、ロケットの中の人は全然年取ってないよみたいな現象が起こってきます。これなぜか、例えば高速移動で移動するロケット、これがもう本当に光の速度ぐらいめっちゃ速いとしますね。で、例えば静止している観測者がいます。まあ、実際この宇宙っていうのは地球も動きまくっているので、静止している人っていうのは存在しないかもしれないですけど、まあ、この人から見て、静止している状態でこの人が光の速度で移動しているとしますというときに、光時計っていうのをお互い持つとしましょうと。で、光時計っていうのは、まあ、それこそ光を使ってですね、光を使って、まあ、時間を測る時計だとするときに、下からですね、上端の部分に光がパッと、届くのが1秒、発射後1秒で上端に到達するとしますと。で、これは実際にこういうものは存在しないんですけど、例えばの話ですね。はい。で、これをお互いね、持っているとしますと。で、用意ドンでですね、この光時計をスイッチ、押したとしますと。で、静止している人は、この人をですね、見ているわけなんですけど、用意ドンでスタートした時にですね、
静止している人にとって1秒経ったタイミングで、こっちはどうなってるかっていうと、斜めに移動するので、距離が伸びるわけなんですよね。この人にとっては0から上に届くっていうところなんですけど、全く同じタイミングで、このロケットの中の光が上に届いちゃったら、この人から見ると、斜めに移動しているので、ここよりも長い距離光が移動しているように見えるんですよね。で、そうすると、光が斜めに移動して距離が伸びるんですけど、さっきの光の速度ですね、不変の原理っていうものがあるので、30万キロ、真空中には30万キロパーセックっていうですね、原理があるので、これ上端に斜めに達してしまうと、それ矛盾しちゃうんですよね、高速度、不変の原理。なので、この高速移動するロケットの中の時間っていうのは、実はこの人から見ると遅れちゃうんですよね。この人から見ると、まだ、途中のように感じるわけです。つまりこの長さが斜めに来るような感じになってきちゃうということですね。で、もうちょっと時間が経った時にですね、この人にとってはもうちょっと時間が経った時に光が上端に到達するんですけど、実はですね、この光、ロケットの中にいる人にとっては1秒しか経ってないわけなんですね。この光時計っていうのは、1秒でちょうど上端に到達するように作られているので、この人にとっては1秒しか経ってないように見える。ただですね、この人にとっては当然一緒に移動しているので、この距離移動しているようにしか見えないんですけど、この人から見ると斜めに移動しているので、この縦よりも斜めの方が長いっていうのわかりますかね？長い。なので、ちょうどここに到達した時に、何秒経ってるかっていうと、この人にとっては1秒以上ですね、経ってるように見えちゃうわけなんですよね。で、これも時間がずれちゃってるわけなんですね。そうすると、この人にとっては例えば 1.6 秒とか経ってるんだけれども、この人にとってはまだ1秒しか経ってないよみたいな感じになっちゃうんですよ。これはもっと長い時間やると、この人にとっての1年がこの人にとっての1年半とかになっていって、それがどんどんずれていくと、本当に浦島効果、浦島太郎みたいに、この人にとってはあんまり時間経ってないのに、地球に残ってる人にとってはめっちゃ時間が経ってるみたいなことが実際に起こっちゃうわけなんですね。はい、これはですね、実際に、ロケットで高速移動している、時計がずれていたりとか、そういう現象が確認されていますということで、相対性理論っていうのは確かに光の速度に近づくにつれて時間の流れ遅くなるんだっていうのが分かってきたっていうところですね。それ以外にもですね、もう一つ、重力によっても時間が遅くなるっていうことが分かってます。例えばですね、2100年にロケットが、地球を出発しましたと。で、ブラックホールの近くにですね、このロケット滞在します。で、この重力を影響を受けて、ここの、場っていうのは、ロケットにとってはすごい重力が地球よりもめちゃくちゃ重たく感じるところにちょっと滞在するとします。で、そこからまたこうやって、地球に戻ってくるっていう時にですね、例えば地球で待ってる人にとっては100年後に戻ってきたとしても、ブラックホールに滞在することによってこのロケットでの時間の流れっていうのはすごく遅くなっちゃう、相対的に遅くなっちゃうので、ロケットにとってはまだ3年しか経ってないよみたいなこともあるわけなんですよね。これも実際に起こり得る、相対性理論では起こり得る方法、タイムトラベルの方法ということで、実は未来にタイムトラベルと言えるのかわかんないですけど、時間の流れを遅くすることによって光の速度で移動するとか、重力が重い天体の近くで過ごすとか、そういうことをやることによって、未来に進むっていうことは実は原理的に可能っていうことが分かっていると。はい、時間ってなんか不思議ですよね。こういう未来のタイムトラベルっていうのも実際に起こっているわけなんですね。で、これはですね、実は毎日起きてるんですね、地球のそばで。何かっていうと、この素粒子ですね、宇宙からいろんな素粒子っていうのが地球にどん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 降り注いでいるわけなんですよね。で、空気中に例えば窒素みたいなものが大気圏内であれば存在してるんだけど、宇宙からですね、宇宙船、例えば高速で移動してる陽子みたいなものがドーンとぶつかっちゃうことがあるわけなんですよね。で、この、大気中の分子に、宇宙船がドンとぶつかった時に、ミューオンっていう、物質、素粒子がパッと飛び出ることがありますと。で、このミューオンはですね、すぐですね、
崩壊して、さらに素粒子として分解していくんですけど、このミューオンの状態で保てる寿命っていうのは、100万分の2秒ほどしかないと言われています。なので、この大気中で宇宙船がぶつかった後飛び出すミューオンの速度であれば、通常はですね、約1キロで崩壊してしまうっていうことが分かってるんですけれども、これ相対性理論実際働くので、ガンと宇宙船がぶつかって、ミューオンが飛び出てきた時にですね、高速に近い速度で、この素粒子っていうのは飛び出してくるので、実は地上でミューオン観測されることがあるんですよね。ミューオンは普通はですね、崩壊によって地球上には絶対届かないと理論的には考えられているんですけど、実は相対性理論が働いちゃうから、地上でこのミューオンが観測されるっていう現象が起こってる。だからこのミューオンにとっては、100万分の2秒しか経ってないんだけれども、実際の地球、静止している地球にとってはもっとすごい時間が経っていて、それぞれの相対的な時間のズレが起こってミューオンっていうのが、まあ、地上で確認されちゃうっていうこともあるわけなんですね。こういう不思議なことがあります。じゃあですね、これ未来へタイムトラベルするっていうのがよく分かったんですけど、この相対性理論、不思議な話で、じゃあ過去に何か情報を伝えるってことは可能なのかっていうことも考察されていったわけなんですね。で、それ例えばですね、超高速粒子みたいなものが存在するのであれば、過去に情報を送るのは可能なんじゃないかと言われてますと。超高速粒子っていうのは光の速度を超える粒子ってとこですね。もしそれが存在すればって話ですけど、例えばロケットがですね、用意スタートで0年目の時に光の速度の 80% で出発しましたと。で、ここでですね、80% なんですけど、例えば50年経った後、出発から50年経った後、地上からですね、超高速粒子っていう光の速度を超えた速度で、移動する粒子っていうのをパッと飛ばした時に、まあ、ロケットにこれを届けるとします。情報、何らかの情報としてこれを届けるとします。ただですね、この宇宙船っていうのは、光の速度の8割で移動しているので、宇宙船にとってはまだ30年しか経ってないんですよね。はい。で、地上では50年経ってるんだけど、宇宙船では浦島航空で30年しか経ってないってことが起こります。で、ここで受け取った情報をですね、30年目の、宇宙船っていうのは、さらに地球に戻す。で、これ超高速粒子なので、一瞬でまた、地上に届くわけなんですけど、30年目の宇宙船から、地球に戻すときに、どうなるかって話ですよね。で、これですね、地球は、まあ、静止してるんだけれども、宇宙は光の速度の 80% でこっちの方向に飛んでいってるので、宇宙から見ると、宇宙船から見ると、宇宙船を逆に静止してると考えたら、地球が光の速度の 80% で遠ざかってるようにも見えるわけなんですよね。で、そうすると、宇宙船に届く地球の、情報、光っていうのは、まだ18年しか経ってないっていう、これもめっちゃね、不思議な、状況なんですけれども、地球は50年経ってる地球なんだけれども、宇宙船から見ると18年にしか見えないっていう現象が起こってきますと。はい。でですね、で、この宇宙船から戻す、素粒子ですね、超高速粒子っていうのを飛ばしたときに、宇宙船から見た地球っていうのは18年目、なので、そうするとですね、18年目過去ですよね、に対して、情報を戻すことができるわけなんですね。だから、地球っていうのはこの情報を送ったのが50年目のはずなんだけれども、これを受け取れるのが18年目の過去に遡っての情報が受け取れるんじゃないかっていうのが、相対性理論によると考えられたってところですね。ただですね、そもそもこの超高速粒子っていうのは、このニュートリノ超高速粒子っていうのが発見されたんじゃないかって一時期話題になってたんですけど、ただですね、これの実験結果っていうのは、2012年ですね、撤回されていますということで、明大がですね、まあ、再試験を行ったところ、ニュートリノの光の速さに明確な差はなかったっていうところで、まあ、光の速度を超えた物質っていうのは、まあ、装置のミスによるものだったっていうことが分かったっていうことですね。はい。というわけで、じゃあ過去へのタイムトラベルとか過去への情報伝達というのは不可能なのかっていうところなんですけれども、理論上はですね、ワームホールっていうものを使うとできるかもしれませんと。ワームホールっていうのは、まあ、時空を超えてワープする穴みたいなものですね。例えばワームホールっていうのは、
よく例え話で言われるのが、まあ、本来宇宙空間が3次元なんですけど、この紙ペラペラの2次元だと考えてみてくださいと。で、この紙を折りたたんで、ブスッとペンを刺すと穴が開くわけなんですけど、そうすると穴が開きますよね。で、もともとこの地点とこの地点では遠く離れた部分なんだけれども、その宇宙の中に、まあ、超次元のですね、次元を超えた穴みたいなものを作ると、この A 地点と B 地点を、この間っていうのは宇宙空間でなくて、別次元の宇宙なんですけど、つなげることができるんじゃないかっていうことが、理論的に考えられた。で、これ実際にですね、存在が示唆されているわけなんですね、ワームホールって。なので、本来ですね、地球から普通に飛んでいくと、例えば、恒星ベガですね、地球から25年、光の速度で移動しても25年かかる距離にある、星っていうのがあった時に、ワームホールで繋いじゃえば、そこは一瞬でそこに移動できるっていうのが、理論的には考えられてるっていうところですね。はい。で、このですね、まあ、キップソーンっていうですね、理論物理学者ですね。まあ、この人、インターステラーっていう映画も監修してますが、この、ワームホールを使って、過去にですね、情報伝達できるのではないかっていうのも、提唱しています。ちなみにこのワームホールっていうのは、そもそもアインシュタインらがね、提唱している。アインシュタインとローゼンがですね、一般相対性理論から時空の2点を結ぶブリッジ、ワームホールっていうものがあるんじゃないかっていうのを1935年に、提唱していますということで、そしてこのワームホールっていうのは、実際はこういう穴というよりも実は量子テレポーテーションさせてるんじゃないかっていう説もありますと。これは本当に最近のですね、2022年にハーバード大学が、まあ、ネイチャーですね、ネイチャーって一番権威がある科学誌ですけど、ネイチャーで報告しているのがワームホールと量子テレポーテーションっていうのは実は同じものなんじゃないかっていうことを示唆されたっていう研究結果を出していますと。で、この量子もつれとかですね、量子テレポーテーションはまた別の動画でですね、解説しているので、それも見てほしいんですが、こういうワームホールを使うと過去に情報伝達できるんじゃないかと考えられています。はい。本当に時間の流れって不思議なんですけど、時間の正体は何なのかっていうのをこの後ね、最後に説明していくので、ちょっとね、もうちょっとお付き合いいただきたいんですが、過去にどうやってタイムトラベルするかっていうと、このワームホールですね。ワームホールの口のことをマウスと呼びます。で、このマウス A と B、ワームホールっていうのは、この穴でセットなので、もし人間がですね、人類がですね、ワームホールを自分で自ら作り出す技術があったとしたならば、この A と B、ワームホールを作った時に、この B をですね、遠くに飛ばすとしますと。で、しかもその B を、光の速度に近い速度で、往復運動させると相対性理論によって時間の流れが遅くなるんですね。で、例えばですね、マウス B が光の速度でバッと移動させたときに、マウス B にとっては3年かけて往復してきたとしますと。で、そうするとですね、この、B にとっては3年しか経ってないんだけども、地球から見ると100年後に戻ってきたみたいなね、2200年に、マウス B が戻ってきたとしますと。で、そこにですね、例えば宇宙船飛び込んだとしますと。で、地球とマウス A では2100年にマウス B が出発して2200年と、時間が経ってるってことなんですけど、そうするとですね、200年かけて戻ってきたマウス B にバッと飛び込んだ時にですね、マウス A から当然出てくるわけなんですけど、この宇宙船っていうのは、実はこの B にとってはですね、まだ3年しか経ってないので、2003年の状態のマウス B に飛び込むと、2003年の状態のマウス A に、出てきてるってことですね。2103年ですね。すいません。2103年の状態の、口から出てきてしまうっていうところなんですよね。で、この宇宙船っていうのは2200年からやってきたものなので、過去へのタイムトラベルっていうのが、もしかしたら、実現できるのではないかと言われています。で、ちなみに2103年の時点では、地球にとっての2103年の時点では、マウス B というのはまだ、出発してすぐぐらいなので、まだここにマウス B というのは存在してないっていうことなんですけれども、本当に不思議な状況ですよね。ワームホールっていうのを作れるのかっていうのはいろいろ研究されてるんですけれども、エキゾチック物質っていう負のですね、まあ、積力を持つ、物質がもし開発されたならば、ワームホールっていうのを維持できるんじゃないかと。ワームホールをどうにかしてですね、見つけて、ワームホールってのは実は、
もちろん宇宙空間にも存在してるんだけれども、我々の地球上目の前でもワームホールみたいな時空をつないだ穴っていうのは、実はあなたの目の前でも毎日、誕生してるんではないかっていう考え方もあります。そういう理論もありますと。じゃあそのワームホールっていうのはこの空間に溢れているので、それを潰さないようにする。ワームホールっていうのは実は勝手に潰れてしまう、引力が強すぎるので勝手に潰れてしまう特性があるんですけれども、そこをですね、エキゾチック物質っていうですね、反重力作用を持つ物質を、もし人類がコントロールできるようになったら、作ることができるようになったら、このワームホールを潰さずに維持することができるようになるので、まあ、このあたりもですね、理論的にはですが考えられている。ちなみにエキゾチック物質っていうのは実際に存在します。はい。なのでこれらを使って、過去へのタイムトラベルとかも研究されているわけですね。はい。で、さっきからですね、心理学的な時間の流れって何なのかみたいなのね、説明するパートなのに、相対性理論の話めっちゃ長いじゃないかって思われているかもしれないですけど、この辺の話本当面白いので、もうちょっとお付き合いください。で、ワームホールをですね、コントロールできれば、過去へのタイムトラベルは可能なのかってことなんですけど、まあ、こういう原理的な話だけではなくて、あとはですね、その、なんて言うんでしょうね、タイムパラドックスっていう矛盾が発生しちゃうので、そもそも何らかの超人的な力が働いて阻止されるのではないかっていう考え方もあります。タイムパラドックスっていうのはこの時間の旅行をすることによって矛盾が生じることですよね。例えばですね、もしこのワームホールみたいなのが、タイムトンネルみたいなものがあるとしますと。それでですね、まあ、タイムトンネルに入りました。あなたはタイムトンネルに入りました。で、過去に戻るとします。過去に戻ってきました。で、過去に戻ってまだ時間が経つと、自分がですね、タイムトンネルに入る瞬間にまた到達するわけなんですけど、この時自分が2人存在するっていうのも、そもそも質量保存の法則っていうものに反する、この宇宙の存在、一つの系の中では質量保存の法則っていうのが働くので、まあ、同じ人が2人存在するっていうのはありえないんじゃないかっていうのはそもそもあるし、あとはですね、この自分がですね、タイムトラベルしようとしている自分をもし止めたらどうなるのかって話ですね。この自分はタイムトラベルして戻ってきたのに、タイムトラベルしようとしている自分を止めたらどうなるのっていうですね、パラドックスが発生しちゃうっていうことですね。ちなみにですね、このタイムトラベル、クリストファー・ノーランっていうですね、監督は、まあ、これインターステラーっていう宇宙映画を作った人でもあるんですけど、テネットっていう映画を発表してるんですが、このテネットっていうのは、冒頭に説明したですね、エントロピー増大の法則を打ち破って、過去に戻れる力ですね、エントロピーを収束するテクノロジーを人類が開発した未来の話の映画なんですけれども、タイムトラベルの話をしたりするので、まあ、もしですね、今日の話の理解を深めたい方は、これも結構面白いんで見てほしいなと思います。で、話を戻すと、こういうふうに自分を止めたらどうなるかってことなんですけど、一つの考え方としては、ここパラドックスが働かないような現実が起こるんじゃないかって話ですね。例えばこれをですね、ボールで例えると、ビリヤードのボールとして例えると分かりやすいので、それに例えて説明します。例えばですね、ドンとビリヤードの球を打って、タイムトンネルに入れました。で、タイムトンネルからまた過去に戻って、ヒュッと出てくるわけなんですけど、過去に戻った時にタイムトンネルに入ろうとしているボールにガンとぶつかっちゃったら、タイムトンネルに入らなくなってしまうっていうね、パラドックスが起こっちゃうんですね。じゃあこれがですね、タイムトンネルに向かって進んでいった時にですね、例えばですね、タイムトンネルに入る前に何らかの物体とドンとぶつかった後にタイムトンネル入ったとします。そしてですね、タイムトンネルで30秒前に、タイムトラベルした後、この穴から出てくるんですけど、なんとそのぶつかったのは自分自身だったっていうところですね。で、今まさに入ろうとしている自分自身にガンとぶつかって、結局ぶつかったことによってタイムトンネルに入るみたいな、こういうことが起これば、まあ矛盾はしない過去のタイムトラベルになったりしますということですね。はい。そう考えるとですね、さっきのタイムトラベルの話も、タイムトンネルに入りました、過去に戻りました、じゃあ自分を止めてみようかなみたいなやった時に、ちょっと水をたんすねられたりしてですね、足止めを食らっちゃうみたいなことがあったとします。で、そうこうしているうちに自分が入っていってしまったみたいなことが起こっちゃうわけですよね。だから自分を止めようとしても絶対止められない現実に進んでしまうみたいなのが、この一つの考え方ですよね。ただ、これを考えたときに、ちょっと不思議なのが、
そもそもここ入ろうとする前に未来の自分がぶつかってくるって話なんですけど、未来の方が先に起こってないみたいな話ですよね。わかりますかね。この穴に入ろうとする前に未来の自分にぶつかられるっていうことは、その未来の自分が穴に入って出てきたっていうことが、こいつが入る前に起こってるっていうね、ちょっと何言ってるかわかんないですけど、まあ、卵が先か、鶏が先か、未来の自分が先なのか、過去の自分が先なのか、よくわかんない話になっちゃうし、そしてですね、残念なことに、未来は決まってるって話になっちゃうんですね。これだと矛盾しないんだけれども、自由意志っていうのが担保されないと。意識っていうのが関係なくなってくる。未来っていうのは全て決まってて、ビッグバーンの時点でビリヤードの最初のブレイクみたいにドンとですね、玉がぶつかった。あとはもう、あとは慣性の法則で決まった方向に進んでいくんですけど、それみたいに自由意志っていうのはなくて、全ては慣性の法則で、最初のビッグバーンの時点でこの宇宙の運命とか、あなたの人生とか、あなたが考えることとかも全て決まってるんじゃないかみたいな話になっちゃうわけですね。ただですね、これはそうじゃないと考えている人もいて、世界解釈ならば自由意志っていうのも担保される、反映されるんじゃないかっていうのが一つあります。なんか時間の話からだんだん、脱線しまくってる気がするんですけど、もうちょっとお付き合いください。はい。で、量子論の中でですね、エベレットの多世界解釈というものがあります。これは一つはパラレルワールド理論につながるとも言われてますね。量子論の中でですね、例えば放射性物質っていうのは、その原子核がですね、崩壊するわけなんですけど、これ例えばですね、半減期っていうものがあって、半減期が例えば1日だったら、1日経った時に 50% の確率で、崩壊、原子核がですね、崩壊して、まあ、何か素粒子を出す。か、50% の確率でそのままみたいな。これを半減期と言います。半減期ってのはつまり、この半減するかそのままなのか5割ぐらいになる時間なんですけど、例えばこの半減期が1日の、まあ、原子があった時にですね、1日経ったら 50% で崩壊するかそのままなんですよね。で、これ崩壊するっていう、例えば1個の原子が崩壊したら、ああ、じゃあそれは崩壊したんだねってことなんですけど、多世界解釈ではどう解釈するかっていうと、50%、50% で世界が分岐して、崩壊しているものと崩壊してない現実、両方の世界が実際実在してるんじゃないかっていう考え方が多世界解釈なんですよね。すごい不思議です。じゃあさっきのタイムトンネルに入って自分を止めるみたいな話で言うと、タイムトンネルの入り口に入って、過去に戻ります。で、そこから阻止しようとして、阻止実際できましたという時にですね、例えばこれが夜の9時に入って戻りました。で、夜の9時に阻止しましたって時に、そうするとですね、もう歴史を変えてしまって、多世界解釈なので、もう歴史が枝分かれしても別のストーリーに変わっていくんじゃないかって話なんですよね。で、そうすると、9時じゃなくて10時にタイムトンネルに入るっていう未来に変わるのかもしれないし、別の歴史に変わるっていう考え方が、まあ、多世界解釈とも言えますと。で、結局ですね、時間の話にやっと戻ってこれるんですけど、ブロック宇宙論っていう考え方があって、実はこの世界っていうのは、ある瞬間の現実っていうのが等しく並列的にブワーッと無数に存在していて、このある瞬間の現実っていうのは三次元空間ですよね。その瞬間、パッと固まった写真みたいなイメージですね。で、時間の流れっていうのはこのある瞬間の現実をつなげていったパラパラ漫画みたいなものが今私たちが生きている4次元時空間じゃないかっていう考え方がブロック宇宙論というものがあります。はい。で、これはですね、エントロピー増大の法則っていう何らかのね、超人的な力が働いているので過去方向には戻れないんだけれども、このパラパラ漫画が未来の方向に、乱雑さが増える方向にどん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 進んでいくっていうのが実は時間の正体なんじゃないかっていうのが一つあるわけなんですね。はい。このブロック宇宙論、つまり時間というものは実在しているのではなくて、写真のパラパラ漫画みたいに写真を並べたものが時間なんじゃないかっていう考え方がブロック宇宙論です。ですね、もし過去に戻ってこうどうこうみたいな話があるのであれば、このですね、ブロック宇宙論によると、過去に戻って矛盾を起こしたら、過去も実は別ラインにつながるんじゃないかみたいな、過去も改変されるんじゃないかみたいな話があるんですよね。
というのも、量子力学の実験ではそういうものが示唆される結果も出ちゃっているので、このあたりの話をですね、また話していきたいと思います。二種スリット実験、2つのスリットにですね、粒を通していくと二本線になるのをなんとなくわかりますよね。で、これ波を通すと、波っていうのはここでボワンボワンとですね、回折現象っていうのを起こして2つの波に分かれるんですけど、この2つの波がぶつかっていくと、要は、山と山がぶつかるところはこう強め合って、で山と谷がぶつかっちゃうと打ち消し合うので弱まってて、こう縞模様のね形になっていくのがわかりますと。で、量子でですね、これをやると一発ずつ通しても干渉縞が現れるっていうことで、一発ずつ発射してるはずなのに量子はなぜか波としてですね、一発ずつしか打ってないはずなのに観測する前は波として伝播していく。で、観測器を置くと二本線に変わってしまう、単一のね、玉と同じような挙動をしてしまうっていうのが、分かってるんですけど、これ動画で詳しく説明しているので、ちょっとまだ分かんないよって方はそちらも見てほしいんですが、これですね、量子の過去の情報が書き換えられたんじゃないかっていう、遅延選択実験っていうのがありまして、これもですね、別動画で詳しく説明しているので見てほしいんですけど、ハーフミラーっていうね、50% の確率で光を反射もするし、光を透過もするっていうね、まあ、そういうハーフミラーっていう器具がある、光学器具があるんですけど、そのハーフミラーを使っ、ハーフミラーとですね、実際の鏡を使った実験ですと。で、光源から光をバーッと当てた時に、光っていうのは波なので、バーッと強い光を当てると、ハーフミラーで 50%50% で分けられて、で、鏡で反射して、で、ハーフミラービラーでまたですね、まあ、この 50%50% の確率で分けられるんですけど、これ光の位相っていうものを、調整するとですね、なんて言うんでしょう。山と山がぶつかると強め合うし、山と山がぶつかると強め合うし、山と谷がぶつかると打ち消し合うっていう、そういう波の性質があるので、これですね、位相っていうのはつまりここのズレの話なんですけど、このズレの話なんですけど、それを調節して、こっちに進んだ光は強め合う。で、こっちに進んだ光は弱め合って焼光する、光を消すっていう条件で、実験をするとします。で、これ普通にね、強い光を当てるとこういう風になるのはなんとなくわかるかなと思うんですけど、これをですね、一発ずつ発射するとどうなるのかっていうですね、まあ、一発ずつ発射する方法っていうのは、またこれも説明すると長くなっちゃうので、まあ、一発ずつ発射する条件があるっていうことを、まあ、そういうふうに考えてください。光の照度をどんどん下げていくと、光子一発ずつ通すっていうね、条件が作れるので、一発ずつでやった時どうなるかっていうと、まあ、ハーフミラー A でですね、どっちかに分岐するわけですね。そのまま上、まっすぐ飛ぶか反射するか、ルートがありますと。まっすぐ通って、で、ハーフミラー B に来た時に、また B でも透過するか反射するかなんですよね。で、まあこの反射するか透過するかっていうところはあるんですけど、それぞれも反射透過っていうのが A と B のところで何パターンかありますよねっていうことをやるわけですね。はい。で、これ一発ずつ発射してるはずなんで、まあなんだろう、干渉島、干渉する相手がいないから、一個しか通ってないんだから。粒として検出されるよねっていうふうに考えられてるわけなんですけど、一発ずつやってもですね、なぜかこっちの下ルートはですね、焼光するってさっきの波として強い光を当てて通すんだったらわかるんですよ。この時光子何発も打ってるし、波としてどっちもね、通ってるよみたいな状況だったら、焼光してこっちは打ち消しやって、焼光するってのはわかるんだけど、一発ずつ発射したらですね、まあ普通に考えて、その焼光する相手がいないから、ぶつかり合う波がないから、まあ5割5割の確率で通るんじゃないかっていうのが予想されるんですけど、実際はですね、100% こっちしか検出されない。B では検出されないですね。つまり、一発ずつ発射しても、ここで両方分かれてるって話なんですよね。一個しか打ってないのに両方分かれてるっていう不思議な状況が起こります。まあこれ、遅延選択実験の動画で詳しく説明しているので、まだ見てほしいですが、結局ですね、一発ごと打っても、量子っていうのはパラレルな存在として分かれてるんじゃないかと。で、ハーフビラー B をなくすと当然ですね、こっちの下の方にも検出されるようになるんですけど、超不思議な話があって、要は、結局、まあ B がないと、なぜか粒みたいな
挙動を起こすのか、それとも、結局ですね、まあ、この B のハーフミラーっていうのをランダムな条件で、発射後にですね、やっぱり入れるわみたいな感じで、後で挿入するってやった時に、後で挿入したはずなのになぜか結局粒として振る舞い始める、波として振る舞い始めるっていうことが分かってたりします。はい。なので、このねハーフミラー B がない条件だと、まあこの量子っていうのに意思があるのか分かんないんですけど、粒として振る舞い始めるっていうですね性質があるんですけど、なぜかっていうと、この状況で B がないとしても波として伝播しているのであれば、結局ですね、このハーフミラー B がない状況だとどっちの経路から来ているのかって分かっちゃうんですけど、その状況だと粒として振る舞い始めるはずなんだけれども、こういうですねハーフミラーも後で入れると波としてまた振る舞い始めるっていう遅延選択実験っていう不思議な結果があります。ちょっとね短時間で説明なんで分かりづらかったと思うので、この遅延選択実験の動画も作っているのでそちらも見てほしいんですけど、結局量子の過去もなんか変わってしまうんじゃないかみたいなのが示唆されてるわけですよね。量子実験で現在と過去の因果関係もおかしくなるっていう結果も出てると。じゃあつまりですね、さっき言ってたこのブロック宇宙論っていうところで、ブロック宇宙っていうのは結局多世界、複数の無数の写真みたいなある瞬間の現実っていうのが保存されていて、それをパラパラ漫画みたいにつなげたっていうものがこの時間の正体なんじゃないかっていう考えですよね。じゃあこの世界っていうのは準備された映像、仮想現実みたいなものなのかっていう、話が一つあります。はい。まあこういうですね不思議なところもあるというところで、さっきのタイムトラベルですね、マウス、をバームホールのマウスを遠くに飛ばして戻してきてっていう ところの時間の差を使って過去に戻すって言った時に、じゃあこの過去へのタイムトラベルって本来はできないはずの過去パターンの写真に戻ってるんじゃないかみたいな、まあそういうバグというかイレギュラーな、操作になるんだけれども、過去パターンの写真に戻ってるんじゃないかみたいなね。でこの遅延選択実験も過去のシリーズを別のルートに付け替えるみたいなね、過去のシリーズを別ルートに付け替えるみたいなことが起こってるんじゃないかっていう話ですね。まあなんかよく都市伝説でこの世界は5秒前に作られたんじゃないかみたいな世界で、何でしょう、5秒前説みたいなのもありますけど、そういうのっていうのも実は今しか存在してなくて、未来っていうのはまあ確定してないっていうのはわかるんですけど、過去っていうのも実は確定してないというか実在がなくて、現在の状況を変えると過去のルートももしかしたら書き換わるかもねみたいなものも量子の世界では、ちょっとね哲学の領域に入ってきちゃいますけど、解釈の領域に入ってきちゃいますけど、ちょっとそういうものも妄想すると面白いなと思います。まあただね、過去が書き換わっても現在のその人の記憶が書き換わっているので、その人にとっては過去変わってないような感じがするんですけど、まあただこういうタイムトラベルものの映画とかアニメでもよくね、主人公だけ過去が書き換わった記憶がなぜか残ってるみたいな設定もありますけど、稀にそういうことが起こっている、なんか過去こういうことじゃなかったような気がするんだけどみたいなね、過去が変わったような感覚があるっていうのは、もしかしたらそういうね過去のシリーズが付け替えが起こったんじゃないかなみたいなものもちょっと想像してみると面白いかなと思います。はい。まあ観測っていうのは時空を超越してですね、時空を超越して、過去にも影響するんじゃないかっていうところですね。でですね、この時間の流れっていうのをいろいろ想像していったんですけど、ここから先に踏み込むと本当にもう半分というかほぼスピリチュアルみたいな話になっちゃいますと。で、このですね、そもそもエネルギー、エントロピーっていうのは乱雑さは増えていくっていう性質、エントロピー増大則とか、そもそもこの宇宙の流れっていうのは、この未来方向に、なぜ未来方向にしか進まないかとかは、それは巧み的にはこういう理由があるんじゃないかっていうのが実はあります。で、その秘密を解くには、5次元宇宙論とか、もっとこの高次元の存在とかですね、自分が死んだ後のより高次元の存在とか、あとは、この今私たちが生きている4次元世界に埋め込まれたプログラム、この右側にしかなぜか進めないっていうね、乱雑に進む、乱雑な方向に絶対進むように決められているプログラムが何であるかっていう、そういう理由とかですね、そういうのを理解する必要があります。もしそれをですね、理解したらですね、
この欠乏維持プログラムと僕は呼んでるんですけど、エントロピーが増大するっていう法則にちょっと似てるところがあるんですが、まあ人って生きてるだけでお腹は空くし、働かないとお金は減っていくし、まあ勝手にお金が増えるってことはなかなかないんですよね。ただ、この欠乏維持プログラムっていうのを理解してそれが対処できるようになると、現実が思い通りに動き始めるっていうことが、匠の体験としても分かってきましたと。はい。まあ、この YouTube チャンネル、匠量子論ということで、量子論を説明しているチャンネルなんですけど、もっとディープなですね、この現実世界どうやってうまく生きていくかとか、引き寄せの法則とか、成功していくためのパターンとかですね、そういう考え方はですね、匠公式 LINE の方でちょっとディープな動画を発信してますので、こちらの公式 LINE の方では潜在意識の法則とか量子力学の関係を解説してますし、意識で現実をどうやって動かしていくのか、その実際の僕の体験談事例であるとか、メソッドを限定動画で公開してますので、ぜひですね、こちらも気になるっていう方は、動画見ていただきたいなと思います。はい、今回はですね、めっちゃ長尺の動画になっちゃって、まあ、時間の話って言ってるのは時間と関係ない話のパートも結構長くて申し訳なかったんですけど、こういう話ってめっちゃ面白いですよね。他の動画も見ていただくと今日の話の理解がめっちゃ進むかなと思いますので、ぜひ他の動画も見ていただくといいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。